お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日もね、負けたらアカウント削除やっていきたいなと思います。でルールとかは前回の動画で言ってるので、ぜひねまだこう見たことないよって方は前回の動画見てみてください。でですね、ちょっと皆さんに一つ、ご報告があるんですけど、こちらね、宝箱とかの欄の一番下クリエイターブースとかあるんですけど、この度ねクリエイターコードを入力してスーパーセルのクリエイターを支援しよう、こちらねなんと僕のクリエイターコードをスーパーセルさんが発行してね、くださいました。というわけでぜひねこちらにね、RAD とね、打っていただけると、ぜひね僕に皆さんが課金した際ですね、はい、宝箱とかエメとかこう買った際に、まあ、エメか買った際にその数パーセントが僕にね、入るよ。というわけで皆さんが課金してくれるとぜひね僕宝箱を引きまくれるので課金しまくれるので、ぜひね課金する際にはラットと、コード入れてくださると嬉しいかなと思います。でなんか自分で自分の入れるのはさすがに変なので、僕はねキヨキヨさんにしてます。よいしょ。はい、というわけでぜひねいろんな YouTuber がクリエイターコード出してますので、まあ、そこはね皆さんにお任せします。まあ、ですが僕のね、ラットでやっていただけると嬉しいと思います。というわけでさあ早速ねやっていきましょう。ちょっとねいつも動画撮るかってなったら普通にこう撮るんですけど、動画何撮るか考えて、ちょっと負けたらアカウント削除はねあれっすね、なんかこうちょっと緊張するというか、なんかね力が入ってしまいますね。負けたら終わりなので、ちょっと一戦一戦大事になってくる。さあこの前の続きからでございます。トロフィー150で一つ思ったのが、お前まだトロフィー150なくせに考えるの早いねんと思われるかもしれないんですけど、相手タワレバ3だ、まあ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 キングレベル3、まあまあ普通ぐらいですかね。キングレベルが8になると、8以上かなになると、なんかグランドチャレンジとかやっぱクラシックチャレンジをできるようになるんですよ。そう、なので、おぉ、ちょっと待って、待って、やばい。俺、これ、スケルトン部隊、世界で一番きつい、このデッキ。待って、うちの学校で、いけるな？オッケー。この前ね、スケルトン部隊、レベル7にめっちゃ苦戦したんですよ。今、スケルトン部隊、相手レベル6、まあ、レベル1ってことかな？だったんで、もうすごい救われましたね、と。さあ、で、キングレベルが8以上になると、そのね、チャレンジに潜れるので、イベントとか、今多分メガデッキチャレンジっていう結構ね報酬が豪華なチャレンジが来てるんですよね。なのでそういったチャレンジでこうカード集めてイニレベ上げたいなと思ったんですよ。別にこうまあそれも多分動画ね出しつつやれたらいいかなと思うんですけど、まあ、なのでやっぱこうトロ5000、6000とか行くにはユニレベゲーだと思うんですね僕。多分ユニレベあれば無敗7000、無敗7000はさすがにね生きってるんですけど、さすがにレベル高くねっていう。まあ、変な話は多分ユニレベあってもね、むずいと思うんですよ。まあ、なんですけど、こう、まあ、可能性が生まれるわけですよね。そう、どんどん上に行ける。まあ、なので、ちょっとね、タワレベを8に早くして、できるだけ、いろんなイベントをやりたい。で、いろんなイベントを、まあ、グラチャルとかもですし、やって、カード集めまくって、ちょっとね、上を目指したいなっていう思いがあるので、どうにか、タワレベ8にしたいんですけど、8までがね遠いんすよまだ僕2で、多分ね近いうちに3とか4にはなると思うんですけど、さあこう嫌な目を決めていく、サクサクサク。このスケルトン部隊がね 100% ぐらいでいますこの隊トロ隊てか、なんなら僕もスケルトン部隊、まあ、持ってないだけで手に入れたらちょっと使いたいんでね、間違いなく強いっすよね今。だってこのトロ隊ザップとか多分ねみんな持ってないんですよ。嫌な目しかなくて、なんなら矢の雨を持ってない相手だったらもうその瞬間でねスケルトン部隊活躍するの確定演出みたいな。さあこれも相手攻めてきたら、これもね矢の雨さえ構えてあげれば僕の勝ちっすね。で矢の雨を構えつつコストがあれば他のユニットも足して、オーケー。さあ圧倒的ね実力差、なんか弱い者いじめって言ったらあれですけど、なんかね申し訳ない気持ちになるですけど若干なんかね、コメント欄で、こう、めちゃくちゃね、言ってくださってたのが、結構、ボットが多いらしいんですよ。まあ、こう、始めたすぐって、やっぱこう、2000とか3000まで一気にね、皆さん、トロフィー上げると思いますので、この100とか、いやね、あんまこう、プレイヤーがいないって言ってるらしくて、僕はその辺全然知らないんですけど、なんか、同じ名前の人が出たりだとか、全く同じデッキ、
まあ、カードが限られてるからなのかな、わかんないんですけど、まあ、らしいので、まあ、ボット狩り、はい、ボットと始めたばかりの初心者さん狩りですね。え、ちょっと待って、やばい。は？高い高い、ちょっと待って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 。僕、え、ユニレベが、6は俺もか。6なんですけど、このプリンスとベビドラの圧がやばい。え、ちょっと待って待って待って。本当にやばい。スケルトン部隊だけはマジやめて。おっきょきょ、1本折れる。やば！ちょっと待って、いやー、いるんかい。いやー、頑張れ頑張れ。折って折って折って。ガーゴ弱いな、お前。レベル1か。レベル1か。この後上げてあげるからね。ちょっと今だけ頑張ってくれ。この後もなくなるかもしれん。ちょっと待って待って。相手スーパーレア3枚持ってる。スケルトン部隊、プリンスベビドラ。やばいっしょ。ちょっと待って。ちょっと待って、ジャイ出すの怖っ。ちょっと待って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 。やばいって、マジでやばい。プリンス系やばいっすね。ヤリゴブリンで頑張るんですけど、てか普通にうめえな。てかユニレベ高いっすよね。マスケ5、ジャイアント5ってやばいっすよね。いや、いけるぞ。いや、待って、本当にやばいっすね。バクバクしてくれ。本当にここで負けるとは、負けるのだけはダメなんで。いや、楽しいな。てか3があれだな、普通だったら強いんですけど、これレベル1なんで、もうね、何これ、コバエぐらい、蚊の方が厄介まである。やばい、カウンター来る。ちょっと本当に笑えない、本当に笑えない。真ん中スケルトン部隊、よしよし。さあ、もうこれ許容するしかない。いや、マスキがビビドラにやられる世界、そんな世界があっていいのか。いや、これはオッケー、もういい感じにね、無視して、よしよしよし、スケルトン部隊使った。これ皆さん見てください、探偵プリンス、あなたは今コストがない。ああ、豚受け。いや、でも複数系がないんでね、もういけいけどんどん。さあ、来た、これ勝つ。いや、もういいね、はしまいプリンスでございます。え、待って、やばい、勝ったと思ってドヤ顔ファイブした。いや、たまたま決まる。あぶねえ、これやばいな、こんな試合やってられないっすよね。ちょっとユニレベあれだな、なんかお金無駄にしたくないんですよ、僕。だから使うカードでも今後使わなさそうなカードはユニレベ上げたくないんですよ。なので、まあ、3ガゴとかレベル上げた方がいいのかな。いや、2500ゴールドも美味しいですね。いらないやつはいらないんですよ。ヤリゴブリン僕多分めっちゃ強いと思うんですよ。ゴブリンとかは絶対使わない。あ、嫌なめ。ステル大事にいきたいですね。ステルは多分こうずっと使えるカードなので、まあ、トルネードとか欲しいですけどね。ファイボのレベル5とかにする必要あるのかな。いや、ヤリゴブめっちゃ育つ。一番どうでもいいキャラ言っちゃえば、でも陰で頑張るんでね。で、ヤナアメ、オッケー、タワーレベル3。ヤナアメは、まあ、スケルトン部隊を処理できればいい。あと、ガゴムレとかも多分いるんで、高めにね。あ、でも、お金余裕あるな、これ、外は。3ガゴは、なんかね、ユニレベ、アーチャーでもいいのかな。なんか、3ガゴ微妙説あるっす。ネクロとかウィザードとかが増えてくるじゃないですか。ちょっとね、アーチャーにね、交代したいと思います。3ガゴも、さよならっすね。さあ、ユニレベ4にして、さあ、できた。もう最強デッキですね、僕の。いや、マジで、動画外で、やりたくなっちゃう。本当に動画外で、しかやらないっていうルールがあるんですけど、動画外で普通にもうね、パッパトラゲをしたくなっちゃうんですね。そう。なんもできないのに。宝箱開けるぐらいしかできないんですけど、なんか宝箱も動画内で開けたいし、マジで動画外でこのアカウント開いちゃったんですけど、今日何もすることないの、本当に。そう、いやー、まあ、なんでパップ上げたいですね。オッケー、いや、めっちゃいいカウンターで、これヤナアメさえ構えとけばインドラとかいない世界なんでね、平和ですね。わ、すごい平和だな、マジでね。そう、うわー、何が出たかごめん、見えなかった、俺の親指で。いや、強すぎ。さあ、ヤナアメ打って、ヤナアメ打ったんでスケルトン部隊来たら泣くんですけど、あー、オッケーオッケーオッケー。さあ、勝ちましたね。ふうし、まあまあ圧倒的レベル差とか僕が調子乗るぐらいかな。本当に調子乗らない限りは負けないと思うんですけどね。ちょっとね、常にこう緊張感持ってやっていきたいですね。さあ、もうちょっとすればタワーレベル4か。で、エメラルド110もどっから降ってきたのか分かんないんですけど、110あればグラチャレ回せるんですよ。グラチャレがエメラルド10かな。グラチャレがエメラルド多分100とかだと思うんで、いや、グラチャレ回してね、グラチャレ12勝した宝箱でウルトラレア引いてとか、もうね、神っすね。だタワーレベル8いけば、8あればね、グラチャレ12は全然できると思うんですよ。そう、まあ、そんな余裕ではないと思うんですけど、
まあ、なのでとりあえずね、タワレベ8でね、あの寄り道って動画でね、あのトロ展開へ向けての寄り道ってことでグラチャラやるみたいな、それも一応全部動画にした方がいいんですかね。対戦なんでね、まあ、グラチャルとか負けてもセーフですけどね、さすがに。マルチで負けたらこの企画は終了ですけど、グラチャルで負けてこの企画終了するならグラチャルやんないですからね。さあ、スケルトン部隊に矢縄を構える。さあ、出てこない。この戦いあれっすね、多分スケルトン部隊だけ気にしとけば、このプリンスとミニペが最強すぎて勝てる。もうなんなら読み矢縄目ぐらいして、OKOKOK。相手これ、スムーズですね。本当に。普通というか、普段の動画だったら、なんならボツにできるような試合もね生まれてくるんですけど、まあ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 テンポよくいけるのは非常に嬉しいですから。さあ、もうすぐトロ300か。うわっ、なんか名前の U が可愛いですね。あんな U ないっすよね。さあ、とりあえずあれっすね、格下堂みたいというか、別に同レベルの戦いなんですけど、なんか喋ることがなくなっちゃいますね。マジで。待って、相手俺と全く同じデッキ。そんなことある？絶対俺のこと好きじゃん。あ、ちょっと待って。あ、でも一個古い。俺だってさっき、矢の飴、さよならしたんで。いや、これなんならプリンスが一発届くのかな？このユニレベがさ、普段レベルマックスとか、あとまあグラチャレとかのレベルでしかやんないので、このレベル5マスケットがどれぐらい働くとか、レベルなんぼのユニットが、こう、ね、タワーめっちゃ削るとか、その辺がわかんないんですよね。スケルトン部隊だけは昨日タワーおられそうになったので気をつけたいですね。てかスーパーレアかな。スーパーレアってレベル 1? っていうか手に入れた瞬間からちょっと強いので、よいしょ、スーパーレアだけは気にしていきたいですね。でも相手なんか普通に、あれ？なんか上手くね？あれ？これさ、だってプリンスをさ、ミニペックから守りを槍ゴブリンとかさ、初めてクラロン始めた人で、なんかイントネーションおかしいな。始めてすぐでさ、できなくない？これ、思うんですけど。本当に。だって、いい試合してるっすもん、普通に今。そんなことありますか？そんなもんなんすから。さあ、まあ、槍ゴブリンでね、プレッシャーかけていきます。いや、なめ。で、まあ、大事なのは、本当にね、トロ8000もトロ4000も大事なのは、これ、しっかり形を作るってことが、大事になってくるんでね、そこはね、変わらず、はい、ジャイプリンス、まあミニペッカーとか、まあマスケットですかね、対空用で。なんでこう、まあ基礎をね、しっかりおさらいできるチャレンジ。いい。ポジティブに考えると。さあ3が5。やなめ。やなめ強えな、これ。さては、この格上に勝ちやすいカード、よく聞かれますが、やなめ？さあミニペッカーも頑張る。相手マジで普通にできてる。初心者か？本当か？相手からしてもあれですけどね、お前うますぎるだろっていうか、なんでって、なんで負けるのこのゲーム、つまんねえとか思われたらちょっと僕も困るんですけど。さあ、とりあえずね、ボコボコにしていきます、容赦なくね。はい、さあそんなわけで順調ですね。毎回トロどんぐらいいけるんだろう。もう1時間ぐらいの動画になってもいいから、トロね、なんかもう BGM 代わりに僕の動画を見ていただけると、もうそれだけでね、すごいありがたいぐらいの、ちょっと緩い、お緩い感じでもいいけど、ハンター手に入れた。ちょっと待って。ハンター、でもこれスーパーレアなんですよ。で、これを変えると、ベビードラとか手に入れられるんですよ。ちょっと待って。ハンターでも絶対強いっすよね。ちょっとガゴいらんすわ。さよなら。ハンターは絶対いるな。ちょっとゴブゴはいらない。ファイボン。よしよし。いや、DK。しかも見て、レア確定。ジャイアント。ジャイアントね、今めっちゃ使ってるんですけど、いるのかな？なんか、僕、キョスケとか使いたいんですよね、いずれ。まあ、今はいっか。ジャイミニペ。いや、ミニペックなんかマスケとかが欲しいな。いや、小屋いらん。いや、ファイボか。ファイボありだけどな。僕、マスケを引きたい。来い。うまい！カードの種類少なすぎて、狙い撃ちできる。いや、でけえ。さあ、ウォールブレイカーは、使いたいんですけど、なんか、ユニレベル1で、タワーに届かなくなるらしいんですよ、途中から。まあ、ユニレベル上げると、レッツしても、ウォールブレイカー格上には弱い。うわ、ゴブリンバレル。うわ、お前。ワクワク感やべえな、これ。いらんけど。よし。いや、プリンス来た！ホグさよならして、まあ、いや、めっちゃでけえ。え、ちょっと待って。待って、ハンター、
いや俺最強でしょこれ。待って待って、無双できるハンターでしょ。うわあ、アーチャーもいいんだけどな、ほどよく。いやー、アーチャーさよならしてハンターにしてユニレベル7。ちょっと待って、ジャイアントレベル5、レベル6、プリンスレベル7、やばくね。ヨノムレベル5。いや、ミニペ正直いらんな、これ。あ、タワーレベル4来た。キングか。キングタワー4。え、強くね？これ絶対強いっすね、僕。これやばいっすよね、マジで。本当にやばい。強くなりすぎてしまったかもしれない。オッケー。いや、どんどん行きましょうか。いや、これ、あれだな。対戦するのもまあ、楽しいんすけど、もちろん。ギリギリになるんでね、意外と。マックスになるんすけど、宝箱をあげるの、鬼楽しいっすね。なんかこんな楽しかったなって思いますね。なんか僕もこのやっぱこうユニレベル0からとかなんて言うんですか、あと少しでカンストだとか、ユニレベル上がったわっていう時期があったので、僕もなんかすごい懐かしく感じますね。本当に新鮮ですね。でもいや、いいなこれ。なんかもう最近とか宝箱とかなんか意識しないじゃないですか。あー、マザーネクロ出るかなとか、ウォルブレッカーかみたいな、なんかそんな感じじゃないですか。新カード出るかなぐらいなんですけどね。これおもろいっすね、1からやるの。マジで1からやるからこそのこのなんて言うんですか、カードの宝箱のなんて言うっけ、ありがたみがすごいわかりますね。いや、プリンスなのぶっ壊れ、これマジやばい。前世紀のダクネカンストとか新鋭隊なんかもうぶっ壊れレベルで強いっすね。やべえ、俺このレベルあったら絶対負けねえな。ちょっと待って、皆さんセール来てる。ボーンピットアリーナバリューパック、いや、ライトニング宝箱か。まあ一応買っときますか。というわけで買いまーす。あ、でクリエイターコードをしっかりね、課金するときには確認して、よいしょ、ポチッとな。さあ、購入手続きが完了しました。いや、なんかね、スーパーレア、いや、ヤナアメも大事。うわ、ちょっと待って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 、みんな来た。俺の一番欲しかったやつ、多分格上に勝つのに巨大スケルトンとかめっちゃ大事になってくるんですよ。うわ、待って、キョスケは当たり、大当たり。ミニペッカはね、多分いらないんですよ。いや、バルキリーいらない。さあ、マスキー、いや待って、え、宝箱運さ、僕やばくないですか。こんなにもいいもんなんすか。うわ、待って、だってキョスケとジャイアンでしょ。うわ、もうキョスケジャイとかにしたいもんな。いや、一回キョスケに変えて、いや、最強。序盤からこんな強くなれるっけっていう。なんかでもやっぱこうユニットを育てたりする、まあ、他のゲームもですけど、ポケモンとか、こうやっぱユニレベが上がるのがね、楽しいっすね。不思議な飴かな、不思議な飴ですか。もう無限にこう集めてましたもんね。なんかユニレベとかこう育てるのがやっぱ楽しい。こういう RPG ゲームというか、なんて言うんですかね。このゲームは違いますけど。さあ、まあ、そんなわけで、ユニレベだけは最強になりつつある。いや、これちょっとやばいな。あのプリンスとスケルトン部隊てか、まあ、ハンターもこれやべえかな。ちょっと待って、いて、俺1750でしょ。まあ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 、300ぐらいか。ハンターレベル6無視で300ぐらいですね。いやー、まあまあ、こう気をつけて受けましょうか。とりあえずスーパーレアだけ気をつけたいですね。あいつらぶっ壊れなんで、このトロタイからしたら。さあ、最強巨大スケルトン、いや、仕上がりすぎるな。キョスケプリンスとかも組んじゃったら、これ君どうやって止めんのっていう。で、単体系は全部プリンスで、とかハンターマスケで処理して、範囲攻撃はもう矢の雨任せって、そういう感じですね。さあ、ハンターで、いや、ハンター火力がぼちぼちある。3発で処理。いや、やべえな、本当に。決してね、隠したがりとかでもないんでね。地味に僕が格上になってるんですよね、多分。相手からしたら。そうそうそう、宝箱とか開けたことによってね、パスができえな、マジで。こんなにいい感じに欲しいカードもらえるんやっていう。さあ、どうせならキングまで追ってほしかったが、これはね、一発許容して、プリンスからユニット処理とかでいいかな。よし、あ、待って、許容できなかった。まあいいか。さあ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 。で、残った巨大スケルトンに、まあユニット乗せて、ワンパーンって感じかな。よし。まあ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 。作業芸にね、ならせたくないですね、なんか、でも。作業になっちゃうと、こう動画的になんかつまんなくなっちゃうとね、良くないんで、もうね、最強の格上、今こうタワーレベルですか、キングレベル7とか8とか、もう7いらっしゃいっていう、今の俺なら負けないよっていうね。そんな思いもあるんですけど、いや、ぶっちゃけ負けないっすよね、少々の格上だと。
まあ、レベル差で最近苦労してないんでね、僕は。泣いちゃうかもしれない。格上に。本当に。ボコボコにされてしまう。そしたらこの企画終わってしまうんで避けたい。いや、めっちゃ手に入るな。でも僕、ゴブリンバレルいらないと思うんですよ。ウォールブレイカーも。もう巨大スケルトン命。やべえ、これ狙い撃ちできるな。わかった。序盤に欲しいカードめっちゃ狙えるんですよ、これ。だから僕はもう今の間にデッキを完成させた方がいいんですよね。こういずれ僕はどんなデッキにさせるのかっていうのを今の間こうイメージ作っといた方がいい。ゴブリンバレルとか大事じゃないかな。まあ、キョスケプリンスも、ハンター。いや、完成されすぎだな。ごめんなさいね、皆さん。なんかこんなに強くなっちゃって。本当に僕もこんな予定じゃなかったんですけど。強すぎちゃうな。さあ、タワーレベル4。なんなら同レベル。同じですね。さあ、やりゴブでちょっかいです。さあ、相手は今んとこお休みと。どうなんだろう、これ。プリンス出して、ハンター、あ、ハンター、ジャイ。これあれっすね。やっぱこのトロ隊だと、こう、ね、相手がこう、ハシマイジャイアンドとかしてくれるので、ありがたいですね、単体で。で、ここは巨大スケルトンでしっかり蓋をして、延命をしていって、まあ、ミニピョをつけるか、マスケをつけるか、ハンターをつけるかなんですけど、まあ、マスケかハンターで、なんとなくマスケをね、出して、単体と空をね、対応できる。で、ゴブリンバレル、ここ無視するんですよ。これ、痛えのかな。ゴブリンバレル無視して攻めます。いや、ゴブリン3発タワー、あれ2発っすよ。僕のトロ隊だったら普段。さあ、プリンス勝つんで、スケルトン部隊来ても、タワー折れるように。おーげ！いやー、仕上がりすぎてんな。普通の、なんて言うんですか。あんま言ったらいけないかもしれないんですけど。なんか、マルチとかね、まあ、シーズン終わったばっかなんですけど、シーズン最終日でマルチやっぱめちゃくちゃ楽しいんですよね。こうやっぱシーズン最後の準備がね、あ、順位が決まるので、月の。めちゃくちゃ楽しいんですけど、それと晴れるぐらい楽しい。マジで。ね、やばい。めっちゃ楽しいな。なんでだ。めっちゃ勝てるからかな。めっちゃ勝てるからか、このやっぱユニレベのね、新鮮さがありますよね。育っていく感じがね、楽しすぎる。なんか、こうユニレベ、今13が多分マックスなんですけど、なんか14レベが出るのってこう、ね、ずっと思ってたら、マジで当分14レベ出ないんですよ。そう、出てないので、多分今後もしかしたらもうずっと出ないかもしれないんですけど、なんか、そういった意味では、なんか味わえないんですね、ユニレベが。14レベになったとか、やっとカンストしたっていうあの感じがね、やっぱね、最高に気持ちいいんですよね。さあ、これはもうあの、ユニレベゲーでね、ご了承いきます。いや、強すぎ、笑った。これ、巨大スケルトンの爆破どんぐらいあるんだろう。あ、さよなら、ボンバー、お疲れ。おい、え、強っ。だってレベル9で、あれっすもんね、キングレベル、タワーレベル9と一緒っすもんね、スーパーレア。っていうことは、結構なぶっ壊れ。さあ、宝箱を引いていきましょう。で、トロフィー400になったので、まあ今日はね、はい、こんな感じで終わろうかなと思います。うわ、スケルトン。スケルトンいいな。カード回しで使えるんですよ。持ってなかったんだな、スケ。スケルトンは激アツ。なんならパーティーにも入れてあげたいですね。え、ちょっと待って。スーパーレア来た。やべえ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 、キョスケ1枚か。待って、え、お前バカかよ。6枚巨大スケルトンにしてよ。いや、まだ許せる。いや、ゴブリンバレルいらないな。ハンターとオールブレイカーと、なんだ、ハンターしかないっすね。スケルトン部隊とかベビドラ持ってないんですけど、出てこねえかな。うわ、出てきた。うわ、待って、ベビドラあっちいいけど、ハンターいるからスケルトン部隊ここで。いやー、ハンターか、まあ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 、いや、悪くない悪くない。で、もうこの宝箱は、まあまあまあ、ヤナアメ優秀で、バルキリーとかもいらないスペル集めて、やばい。ちょっと待って待って待って。今日、プリンスレベル8。トロフィー400で、プリンスレベル8は熱いのと、でも、やりゴブね、スケルトンでいいと思うんですね、僕。なんか結局、プリンスとかミニペッカー受けに使うだけなんで、対空しかも十分あるので、マスケハンターっていう強すぎね。よしよし。やべえ、これ。よし、できた。僕のね、最強デッキです。これね、次回からやっていきたいなと思います。というわけで今日ね、こんな感じで終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れさんでした。またね。